Thank you.
今日は森がざわついてるな。見回りの奴らもなんだか遅くなってるらしい。食事はもうすっかり準備できてるんだが。仕方ない、先に食べてよ。悪いが姉さんたちに声をかけてきてくれないか。はぐらかさないで。あの人のこと、あなたなら気づいてるでしょう。あの人には光の加護がある。だから大罪喰いを倒しても罪喰いになることはない。確かにそう聞いたわ。でも、だとしたらあのエーテルの惨状は何？とてもじゃないけれど無事には見えないわ。これは私の推測だけれどね、大罪喰いから放出された光は光の加護に相殺されてなどいないのでしょう。あの人のうちに加護を受けた身に封じられているだけ。違うかしら。最終的な対処については考えがあります。ただそれを今話すことはできません。はあ、あなたの頑固さには恐れ入るわ。この後に及んで私たちにも話せないとはね。ウリエンジュ、あなたが悪事を働こうとしているとは思わないわ。でもあまり隠し事ばかりでは今まで通り信じてあげるのが難しくなるね。え、あなたと同時に呼ばれた私にはずっと違和感があったのよ。すべての発端になったあなたが見たという第八霊祭の光景、それは本当にあなたが呼ばれた時に見たものなのかしら。大変だ！ユールモア軍が攻めてきた！久しいな。こうして直接会うのはお前の就任式以来か。また随分と大きくなったものだ。水晶子、私の前でよくもそんな態度が取れるものだ。お前の町は闇の戦士とか呼ばれている連中の罪喰い討伐に加担しているそうじゃないか。それどころか我が軍に粗相をしたとも聞いている。一体何のつもりだ？意図を問いたいのはこちらだよ、ドンバウスリー。大罪喰いの討伐は世界の悲願だったはずだ。実際
レイクランドの人々はもちろん、あの妖精郷の住民までもが闇の帰還を喜びとともに迎えている。人類がやっと手にした反撃の兆し、お前はなぜそれを潰そうとする？分かってない。何も分かっていないな、水晶子。お前たちの見ている希望は一時の幻だ。仮に罪悔いを退けたとて、この世界はもう手の施しようがないほど壊れている。残された土地も資源も人が自由に生きようとするにはあまりに乏しい。そうなれば人同士の争いが始まるだろう。残り少ない人類は今度こそ自滅する。だから私が管理してやるのさ。新たなる王、いや神となって。人は私にのみ憧れ、私の足元で夢を見る。私は秩序、私は平穏、私は人に残された唯一無二の幸福だ。水晶子、人は愚かな。どんな理想にもケチをつけたがる。そんな連中を導くには多少の恐怖が必要なのさ。私のもと以外安心できない。私のもとだけが生きていける場所だとな。罪悔いはそのための力。世界は私に彼らを与え、君臨せよと命じたのだ。なるほど。第八霊災が起きた未来ではお前の移ろわぬ王国はきっと完成していたのだろうよ。え？何を言っている？いいや、こちらの話だ。お前の主張はよく理解したよ。ドン・バウスリー、お前は力を持つがゆえにいつも人を屈服させる側だった。自分以下のものしか知らなければその結論にも至るだろう。だが人類はお前が思うよりしぶとくしたたかだぞ。足りないものを奪い合うのではなく、足りるように作り出せばいい。人の知恵や技術はそういう夢で磨かれてきた。時間はかかるだろうが、今回だって絶対に乗り越える。そのためにもまず罪悔いを倒すことが必要なのだ。くだらない。誰しも求めるのは今、自分の幸福だ。100年1000年先に築かれる楽園に価値などあるものか。それでも私は見てきたよ。自分ではもう届くことない希望に向かって涙も血も流しながら誰かの背を押す人を、託された重みに苦しみ過ぎゆく別れに泣きながら、その意味をなくしはしまいと進んでいく人。世界はそうしてつながれてきたと私は知っている。だからこそ信じて眼前のしがらみを断つことにこの命を懸けられる。つまり罪悔い討伐に加担するのはやめないと。ああ、私は楽しみにしているんだ。未来への道が開いて、皆があの人が踏み出す瞬間を。
まったく。実に予想通りの回答だよ。お前たちは本当にバーカだな。この階段を待つことなく、我が軍は光の残る各地に向けて出発した。残る大罪杭を守るため、そしてそれを狙う反逆者を根絶やしにするためにな。私がお前を呼んだのは話をするためではない。操り人形にするためだ。消えた。まやかしの術か。どいつもこいつも私をコケにしやがって。貴様らが夜の民の代表か。ええ、ひとまず私が話を聞かせてもらうわ。もっとも、あなたたちうちの見回り役に何かしたわね。穏便に話し合いをしたいのなら、まずはその子を返しなさい。こちらの要件を伝えるのが先だ。おとなしく聞くがよい。我が主ドン・バウスリーの命にて、今よりこの森はユール・モアの管理下に入ることとなった。以後は我らの指示に従え。また随分と乱暴なこと。同行しているところを見ると、常闇の糸死後はそれを飲んだのかしら。こやつらとは我が主が前もって密約を結んでいたのだ。貴様ら夜の民はこれまでも幾度となくユールモアの庇護を拒んでおろう。いつ反旗を翻すとも知れぬ危険な存在だ。よって主はこの森を管理するにあたり、こちらの一派を協力者とし、主権をお与えになったのだ。ドン・バウスリーは誓ってくれた。ユール・モアの管理下では我ら常闇の愛し子のみが正当な一派として存在を認められると。聞けばレイクランドとイルメグには闇の戦士様がご降臨なされたそうではないか。かのお方が真っ先にここへいらしてくださらないのはなぜか。お前ら夜の民のたるんだ信仰がはびこっているからだ。私たち肉子で乗せられてしまったわけね。組む相手がユールモアでは闇が遠ざかるばかりでしょうに。これより数刻の猶予を与える。夜の民のうちユールモアに従う者はウォーブン・オウスに来い。常闇の愛し子の拠点に？オイラたちに祈りを捨てろっていうのか。
お前らの祈りなぞ初めからどこにも届いていないわ。これからは我らが正しき祈り方を教えてやる。行かなかった者は忠告はした。聞けぬ者は反逆の意思ありとして裁くのみ。中で話しましょう。先に彼を受け入れる用意をしてもらって。